はい、高見の部屋始まりました。じゃあ今回で第4弾ありがとうございます。じゃあ今回のゲストはロケトゥでございますと、大剣豪に今テンション上がってますマチャジャですと、プレ版のバイファーム売り切れとるカステララです。じゃあそのメンバーでお送りします。いやじゃあこれよく見たら第3弾と違ってちょ配置が変わってるの皆さん気づきました？これが大剣豪がこれからこうなったらしいんですよ皆さん。ビフォーアフター意味が分かりませんけどよく見てこのね腕とかはねガンダム、でも足は確かにザブングルって言われたらザブングル、でも普通はしない。まあこれもだいぶなぶったっては言ってますけど、いやしないよね、これ なんでこんなことしたのかちょっとロケさんに聞こうと思うんで、ちょなぜこんなことをしたんですか？まあまあまずはね、コンテスト向けっていうのもあるし、ムライガーが当たったから調子に乗って作ったんですね。で誰も作ってないロボで、完成品トイでもあんまり出回って、ね、出てないやつ、いろいろあれこれリサーチしてたら出てきたのが大剣豪ですね。宇宙魔人大剣豪、ちょうどねブライガーの時と同じタイミングでオープニングの、なんですかねアニソンも聞いてたもんですからね、はいはい、前々から気になってはいたんですよ。で、調べてみたらまあ四角いロボじゃないかと、これ同じようにガンダムから作れるなっていう、ガンダムも四角かったからっていう理由だけで、それが、ね、六三角形やな昭和のロボット四角ければガンダムから作れる、まあ、普通の人間では思いつかない格言やねこれ、すごい、これを聞いてねどんだけの人が共感してくれるか、ただでさえ見られてないねこの YouTube の僕らのチャンネルに対して誰がこれにねおそうだよっていう人がね一人でもいたらあラッキーみたいな感じでね、あれなんですけど、いやどうですお二人さん、これを見て何かあったら質問して、こんな機会なかなかないよ。ないね。どう、この剣はどこから作ったんですか？これね、はい、まずここギャンですわ、マスターベルトキャン。ってことはギャン2個潰したのこれで。これね、友達に譲ってもらったんですもうライン仲間で、ギャンのサーベル余ってねえかって言ったら、ギャンって普通のサーベルと電飾用のやつでしょ。へえ、そう、それがね、そうなんだ。だから1箱1つ買うと2つで手にあるんですよ。へえ、なるほど。で2つ、でここにバーニアを挟んで、キマリス。おお、キマリスって何？決まりオルフェンズの、ちょっと違うんです。決まりすは2体買っちゃった。まさかそれだけ。パーツ請求がね、ちょっとね。本体は作ったんですか？本体はね、本体は別の素体になってます。2体とも。いや、1つだけ。1つ、もう1体はちょっと余ってますわ。1つは何にしたんですか？1つはね、これも雑誌のコンテスト用に、サークルの団体戦の、コンペがあって、それに、ね、使い回しましたわ。何作ったんですか？キマリスを素体にして、いろんなジャンクをくっつけて、腕8本あるモビルズ作ったんですね。あ、オリジナルや。オリジナルですね。昭和ロボになったんですなかなかねちょっと露出はしてないですけどね。へ、そういうのもやりました。なるほど、まあなんせ今回はね、ちょっと一番衝撃だったこの大剣豪とガンダムから作ると劇的ビフォーアフターっていうのを中心に今語ってもらってるんですけど、いやガンダムの時もおかしいと思ったけど、なんやろねこのなんか別のキットでも、そのでもガンダムほどなぶらないのがやっぱガンダムの方がやっぱなんやろね、やっぱ思い入れがあるんかすごいなぶるっていうのはあるんですけど、でもモムは最近こうやって見せてもらってあれやけど、僕ら世代って今でこそガンプラがないから、それこそ福井やったら上新とかやと今青島がたくさんあったりとかして、なんやろ10年前とかやったらやっぱ僕らみたいな一般の方やとバンダイのガンプラしか知らない
世代からするとこの他のメーカーのこのプラモデルっていうのを見る機会が本当なかったんで、こうやって改めて見ると他のね模型メーカーさんもすごいいい出来のキット作ってるやなっていうのは、まあロケさんの手が入ってるでっていうのもあるんかもしれんけど、いやそういうのもなんか見せてもらえて、なんか今日はいい一日やなと思って今動画に挑んでるんですけど、半分ぐらい別メーカーさんですよね。そうですね、今回はね、うんもううん、長谷川、青島、ウェーブですね、うんうん、あれはバンダイなんや。バンダイ。これバンダイ。あ、これバンダイな。うん、大剣豪はバンダイなのか。バンダイバンダイじゃないの。一応バンダイバンダイ。ガンダバンダイスピード。ザブングルはバンダイ。このシリーズで作ったの。旧キット。あ、本当にあの初期の。うんうん、そっからってことは結構足。ザブングルタイプって書いてあるんですね。とは言ってももう本当にこの青いところしかね使ってないんですよね。ザブングル。ここと。顔、これだけザブングルです。形は確かに芯にしかなってないけどね、うんうん、あとは何、これパテでやるんですか、それはプラ板でやるの。プラ板がほぼですね。これプラ板は何、うん、自分で、ま、この間も言った通り図面引いてそれで切って作るんですか、こういうのって。今回はね、図面はこれは引いてないっすわ。あ、なんもう勢いで、うん、もう勢いですね。このバーニアのこのこれは何、うん、これね、このなんか接着剤みたいな感じのバーニア、うん、ちょっとこ取れちゃったけど、こう接着剤の蓋っぽいの。正解ほらほら、せだってどう見ても接着剤の蓋っぽいが。これアロンアルファ。アロンアルファ。上のとんがりってそういう、うん、ああ穴開けるための。そう、中のこれはまああの、あのザクのスパイクみ、アーマーみたいな別パーツを埋め込んでるだけですよね。ちょっとね羽折れちゃったんですけどね。こういうキャップあるよね。この羽とかを自分で作った。これ自分で作った。これも何かのパーツ、うんうん、だからこれここはプラ棒だけど、ここはあのミニ四駆のギアです。あ、うん、見たことある。一応ね、よくそんなもん思いつくの。ここと、この2つでね、ヌンチャクになるらしいんですけど、うんうん、ヌンチャク作ってないですけど、一応外せるようになってます。だからここにあのチェーンさえ通せばね、ヌンチャクになるんですよ。そこまで作ってん、何をそんなギミックを、うん、すごいね、知られないギミック、うん、大剣豪何度か拝見してましたけど、うん、そこ外れるの初めて見ました、うんうん、このタイヤとかはどう、何かからの、うん、これはあのこの外側はあのプラパイプ積層、うん、何それ。だからあのパイプの一番大きいプラパイプ、輪っかの中に輪っか重ねてみたいな、輪っか3枚ぐらい丸を重ねてくっつけたんですね。で外側はこのあのエバーグリーンのスリッのこのなみなみプラバー、ね、あー、はい、それをあのぐるっと巻いて、割れなかったんですよ、これ、うまいこと、あのちょうどねこれに合わせてあのぐる同じ形のあの別のもう一個作っといて、でそれにあのこのプラバン巻いて、はい、であの少し煮るという。熱加工、はいはいはい、うん、両側からあの金門で押さえて、でそれはもうプラモデルと言っていいんですか、茹でる、少し茹でとくと、でとうまいことこの形になってくれました。いろいろ試したんですけど、これが一番しっくりきた。みんな話追ってあれやけど、よく見て、後ろから見るとガンダムだよ。ここもガンダムだよ。すごくない？本当にガンダムから作ってる。ここもほら、よく見たらガンダム。うん、このボディのこの。うん、こいつはね、パーフェクトだけど、こっちはワンイヤーウォーね、この関節はね。うんうん、でも、なんだろう、うん。後ろから見るとすごいガンダムだったんだっていうのが。うんうん、ワンイヤーウォー、ここでワンイヤーウォー使ってますね。で、こっちも同じです。ちゃんと稼働するんだ。うん、これワインヤーを同じパーツ、うん、ディティールを埋めてるか埋めてないかぐらいの違いで、すごいね、うん、大人気に外れるんだ。すごい。ちなみにこのタイヤはあの車のタイヤですわ。おお、はい、車のやつを入れさせてもらって、本当にこういうの作るのに、うん、すごい難航のキットもそのパーツだけのために潰して作るんやね、うんうん。いや、さすがにタイヤこの自作するの大変やったもんで、安い車のプラモから流用させてもらってます。
いやすごいな、やっぱ、うん、ここまでやりだすと本当ただの変態としか言いようがないけど、うん、いやすごい、気づいたらもう時間ですよ、これだけで。ほぼ大剣豪の話しかしない。だって本当はもっとあっちの話とかしたかったでしょ。したいよね、この話とか、バレフリーとかね。でもね、今回はもうほぼ大剣豪で終わりです。次回があるかちょっと分かりませんが、今回はこれで終了しようと思います。皆さんありがとうございます。じゃあ今回もロケットです。マトジョです。あ、カステララです。の4人でお送りしました。じゃあいつもお付き合いありがとうございます。皆さんじゃあご視聴ありがとうございました。それでは次回もよろしくお願いします。それではセンキュー、またね。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。